最終戦を完封勝利です。今日のゲーム振り返っていただけますか。まあ、そうですね、前半ねこうレッズにすごい攻められててなかなかねマリノスはシュートいけないっていう、まあ、マリノスからすれば前半は、ね、こうなかなか攻めれないというのは、ね、なんか今年の象徴みたいになってますけれども、とにかくそこで失点しなかったのが、まあ、今日の勝利につながったのかなと思いますし、それだけやっぱ選手、哲也選手がですね、なんと最終節、なんとか、ね、最終節ですけども、ね、一戦も順位を上げようということでいいモチベーションで臨めた試合だったかなと思います。そして中澤選手といえば4年連続フルタイム出場まあそこはね監督にごますてるのが8割ぐらいなんで、まあ、監督のね、なんていうのかね、力も大きいのかなと思いますし、あとはね、チームメイトとかね、コーチ、スタッフ、いろんな人にこう支えられて、今なんとかね、試合出れてるんで、まあ、引き続きね、そういったサポートを得ながらね、プレーしていければなと思いますけど。素晴らしいことだと思うんですけど、何か特別なこととかなさってるんですか。だから監督にごますることです。それしかないですよね。決めるのは監督ですからね。もう監督と一緒にいつも会話してよいしょしてお願いしますっていうだけです。ただそれだけです。さあ、少し間が空きますけど、天皇杯に向けての意気込みをお聞かせください。まあね、もう次勝たないととにかく決勝に行けないんで、まあ、ちょっと間空いちゃいますけれども、しっかりと休んでね、でリフレッシュして、でやっぱり ACL ねまだチャンスありますから、そこまず ACL の切符を取るんだっていう強い、ね、気持ちのもと、いいモチベーションでねチーム一丸となってまず次勝たないと、まずそこに向けてトレーニングしたいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。